リトルベースソフトデイスクールコーチの野村です。はい、今回は、初心者向け、ラケットを、短く使って、フルスイングを、公開したいと思います。やはりあのラケットの使い方がすごく大切なので、この短く使うっていうのをちょっと意識していただけると、長く持ってもね、しっかり振れるようになるので、このショートスイング、ハーフスイングって言うんですけど、それを身につけられるように、はい、お送りしたいと思います。はい、ではあのショートスイング、ハーフスイングの、解説いたします。基本的にはラケットって長く持って、振るんですけど、どうしても初心者の子にありがちなのが、どうしても目いっぱい開いちゃって当てるのが難しくなっちゃうので、それを、実際よく言われるのがコンパクトに、ラケットを引いて打ちなさいと言われると思うんですけど、そのコンパクトがわからないって方も結構多いので、まず目安として長く持って打つのと、はい、これが普通のスイングだとしたら、それの半分ぐらいのスイングができると、10のスイングじゃなくて6のスイングぐらい、はい、6のテイクバック、6のスイングっていうのができると、しっかり振れるので、それを意識したスイングですね。で、それを極端にしたものが、実はラケットを長く持つのではなくて短く持ちます。はい、短く持つとラケットを目いっぱい開いちゃうと打ちづらいので、その状態、はい、短い状態で当てるためには小さく振った方がいいので、基本的には脇がボール1個分ぐらい、はい、入るような形で、はい、準備できていれば OK ですので、実際ここでボールが上がってきますので、この状態、すいません、お願いします。ボール状態でここから打てるような形で、今遠くで打ってますけど、ネットの近くでこのように、はい、小さく引いた状態でスイングできる、必ずラケットが上に上がること、これが目いっぱい開いてしまうと当てるのが難しくなっちゃうと、このように崩れちゃうので、やっぱしっかり小さくするためにはどうしても脇を締める、でそのために小さく振る、これがすること、ショートスイング、ハーフスイングができることで、しっかりしたボールが打てるようになります。それでさらにラケットを長くすることによって遠心力が加わるので、力強いボールが出ます。ただし打ち方はさっきの短いのと同じ打ち方、はい、このような、はい、短い形の打ち方で打っていただいたら、はい、これを、はい、ラケットの半分ちょっと長めに持ちます。はい、この状態でさっきと一緒、そのさっきより音が出るような形になります。ただスイングはさっきと一緒、小さく感じて振ること、さらに長く持った状態、そうすると今度はラケットが長くなる分、ちょっと近くの方で打つと打ちづらくなるので、少し距離を空けてもらって、はい、少し離れたところで、はい、同じように小さくして打っていただければ、はい、同じようにショートスイングがしっかりした形が振れます。やはり短く持っているのと同じようにラケットをしっかりこのようにグッてできると OK ですね。どうしてもラケットがこういう風にいちゃう人が結構多いので、短く持った時はすぐこちら側の方に行きやすいので、短く持ったのと同じスイングができると、はい、ボールはしっかり打てるので、それを意識しながら、はい、やっていただけるといいと思います。ぜひお試ししてください。